続いての曲は、鳥取市の皆さんなら、一回は聞かれたことがあるんじゃないかなというふうに思います。8月のお盆休みですね、鳥取、シャンシャン祭りが開催されました。その時の鈴っ子踊るとして、今踊り子たちが手に持っておりますこの鈴っ子という主語を持ちまして、鳥取シャンシャン祭りで、鈴っ子踊りを披露させていただいた曲でございます。大変ね盛り上がるアップテンポな曲でございますので、どうぞ皆様続いての2曲目も温かいお手拍子ご声援よろしくお願いいたします。それでは2曲目踊らさせていただきます。曲はシャンシャンシャングリラ、構え。
はい、ありがとうございました。2曲目は、シャンシャンシャングリラという曲を披露させていただきました。